いやー、久保さん、いい話、いい言葉出ましたね。信頼とは何かというテーマで今回いこうかなと思うんですけど、久保さんがですね、まあ、信頼したから、信頼してたのに裏切られた。で、その憎みに変わる。ということは憎みに変わるぐらいの信頼だったのかなっていう、これはトンチみたいな話ですけどね。まあでもね、うん、的を得てるなっていうのがありますね。いや、本当に心の底から信頼していたんであるならば、まあ、 なんだまあ、たとえ裏切られてても、自分が信頼してた人だから、うん、って感じですよね。で、信頼って何なのかって話ですね。信じる、信じる、らい。ライって何なんだろう。ライライちょっと、ライっていう、信じるのシーンはあるんだけど、ライってなんだ頼む、頼もしい、頼る、頼る。あ当て、あてにする、頼る、頼む、信頼。頼みにする、あてにする。なるほど。うん。 うん、信頼とは何ですかねそう。信頼したから裏切られた。まあ僕もやっぱね、その考え方がやっぱあったんで、信頼してたけど裏切られた。うん。それは信頼してないんじゃないかなってう。<laughs> うん。まあ信頼してなかったんでしょうね。うん。だから多分、深いですね、この信頼っていうのは。まあ突き詰めると。 何をもって信頼なのみたいな。うん。だから結局、まあ僕は結論を出したんですけど、自分しか信じない。自分を信頼するってことです。うん。これ結論ですね。自分を信頼しろと、うん。自分を信頼すればいいんじゃないかなっていうのは。だからやっぱ他人は分かんないですよ。他人は。本当に分かんないです。だから好きだったけど嫌いになるとかね。嫌いだったけど好きになるとか、いろいろあるんですよ。その感情の生き物なんで。 だからそもそも他人を信頼するっていうこれがもう,うんもうより深く信頼しないと信頼というあれをつ使ってもあんま意味がないのかなってどっちにしろじゃあ裏切られたら信頼使わないじゃないですか裏切られたってなるんでこの信頼っていうプラスのあれがマイナスに一気になるわけですよ。ということはそもそもそれぐらいのレベルだったんだよねって話なんで他人は分かんないです。 あの,あの綾小路君まろさん僕好きなんですけど綾小路君まろさんの,あの詩みたいのであれから30年みたいなねあれから30年みたいなね <laughs> あの夫婦間のねあのネタがすごい面白いんですけどあのどうですか今結婚生活30年とか40年されてる方感情変わってませんその感情の変わり具合を君丸ろさんがねどあのこのついてるんですよそれ面白いなっていう。 だから人って変わるんですよね、うん、でも変わらないものがあるとするならば自分かなと思いますねうん自分が信じたもの、うん、自分ができると思ってやり続けるというか、まあ、この億万長者合宿もあれですよあの多分ね僕久保さんを信頼はしてないんです久保さんを信頼してるのか分かんないですけど自分を信頼してるんですよだからね負けず嫌いなんですよお互いに。 信頼というかね、お互いに負けず嫌いだし、俺は、俺は続けるよ、みたいな。わかります <laughs> 俺は続けるよ、俺は続けるよ、負けず嫌いだから、もうドア開いてもこれ折れないんですよ。<laughs> 折れないですね。だから、なんか、久保さんに動画送ったら必ず来るなっていうわけではなく、単純に俺は、俺は作るけどね、みたいな。あ、久保さん、俺は作るよ、みたいな。ついてこれるみたいな。そのやり合いなんで。<laughs> うん。 まあでもね、結局でもこのやり合いをこう、通して、通してこれだけできるっていうのは、まあ多分他にいないので、まあまあ、久保さんにこの動画のやり取りに関しては信頼してるのかなっていう。うん、多分このやり取りできる人って多分日本中探しても、まあ久保さんと僕ぐらいなんじゃないかなと思いますけどね。だからそこに、そこにおいては信頼してるのかなって。だから、ね、なんか、うーん、まあよくわかんないですね。 まあでも信頼じゃないね。負けず嫌いですよね、久保さん。多分。多分負けず嫌いなだけだと思います。だから信頼とは何かって考えた方がいいと思います。僕も久保さんの言葉で確かにハッとさせられましたね。そもそもそういうふうになるんだったら信頼してなかったんじゃないかなっていう話で。うん。その程度、それはその感情が反転するほどのその程度のレベルだったっていう話ですよね。うん。その程度の信頼しかしてなかったっていうことですよね。 本当に信頼して,してるんだったら多分ね、こう愛で包むみたいなね。愛で包むみたいな。もうすべて包むみたいな。OK, good ジョブと。なんかその、例えば子供が悪いことをしても確かに怒るけれども、愛で包むみたいなのあるじゃないですか。多分そう、もう本当にそういう感じだと思うんですよ。うん、どんなこと子供がしても、こう、まあ言うときは言うけども叱るけども、愛で包む的なね。うん。なんか、まあそういうのが、 本当の信頼なのかもしれないですね。僕は人にも信頼はしないので、自分を信頼します。はい、ということで、久保さんの動画どうぞ。吉田さん今日はゴローンとした格好ですいません。あの、志村けんさんの話ね、えー、あれはいい話でしたけども、あれはまあ、もう元ネタがあるんですよね。ああいうのがで志村さんが言ったバージョンとビートたけしさんが言ったバージョンとあと貨車様さんが言ったバージョンと色々あってですね。 えー、まあ元ネタはああいうストーリーがあって誰かが言ったっていう風にしているんですよねまあでも話の内容自体は本当にああいいなと思わせるものでしたね、えー、ちなみにですね私お金を貸してくれって言われることがあるんで僕は快く貸すんですよただまあ貸せる金額だけになるよっていうふうに言いますでじゃあありがとうございますお願いしますって時に大体貸すのが3,000円とかですね で、あーちょっとこれじゃ足りないんでもうちょっと欲しいんですけどそしたら「いや3000円ぐらいしかちょっと貸せないんであとはね銀行に行くのがめんどくさいんですよ」って「ごめんなさい」みたいな感じで終わらせますよね。うーん、だからねおろしに行くのがめんどくさいから貸さないっていうね <laughs> その <laughs> よくわけがわかんないね適当な理由ですけども。 で代わりにあの100万円とか200万円は貸せないけども銀行に行くのめんどくさいので貸せないけどもビジネスを教えてくださいとか1週間以内に100万円を稼ぎたいっていうんだったらそれ教えますよとそれやりましょうどうですかっていう話をしていきますね、えー、まあそこでね、えー、じゃあ,あの方法があるんだったらやってみたいっていうんだったら一生懸命それこそさっき銀行に行くのはめんどくさいって言った私がビジネスを熱心に教えるのはめんどくさくないというねそういう感覚ですけどもそれやりますけどもね うん、でもやっぱり現金貸してくださいってことになるから貸してくださいだけじゃ貸せないんでまあね攻略してほしいですねっていう話をしますよね、えー、もしねお金が返せなかったらこういうことをするんでとかお金を借りてる間は利息の代わりにこういうことをするんでとかねまあそんな感じで、えー、まあ相手との力量を測るということはありますで実際にお金まとまった金額貸してねとんずらこかれたりすることもあるんですよまあもそれでも全然構わないかなと。 例えば30万を貸していなくなったらあ二度とそういう人からお金貸してくださいって言われなくてよかった30万で済んだみたいな感じなんですよね。うん、で吉田さんが言われたように結局は人のせいにすることもできるんですけどもじゃあ自分が選んだのは最終的に何だったのかなってことなんですよね。自分のセンスで選んで自分のセンスで行動したじゃあ自分の責任だよねってことなんですよ。 誰かが銃を頭に突きつけて強盗してお金を無理やり借りていったわけでもないですしねで信頼してるっていうんだったらその人に持ち逃げされても恨まないってことだと思いますあの損害を受けた瞬間に信頼ってものを全てね誤破産にして恨みに変わる方が多いんですけども、まあ、こうはなりたくないなと思いますよね私はだからね信頼したと感じるとすれば約束を破ろうとあどんなね 嫌がらせを受けようと誹謗中傷されようと信頼したからあまあ特に異論はないかなっていうふうに考えますよねむしろそれをネタに使っていつまでもいつまでもねチクチクいく方が面白いなと思うんですよ、はい、そんな感じでお金を借りるうーお金を貸すスキルっていうのは結構難しいと思いますからまあね貸すぐらいだったら稼ぎ方を教えてあげればいいんではないかなと思いますね以上です